皆さんこんにちは、アンナです。今日はスリザリオというゲームをプレイしていきたいと思います。このゲームはなんだろう、マルチオンラインプレイのゲームで、自分がワームになって、ワーム？ミミズになって、この光り輝く粒子を食べながら成長していくというゲームなんですけども、長押しでこんな風にダッシュとかできるんですけども、はい、一度プレイしたんですが、これがなかなか結構難しくてですねさっき、なんだろう、大きくて同じ色がずっと続いてる粒子はだいたい、あ、こんな感じのやつですね。うわ、危ない、死んだ、なんだろう、他のワームが死んだ後の粒子なんですけども結構操作が難しいんですよね。多分遅延とか、遅延っていうのかな、遅延かどうかわからないけど、とかもわずかにあると思うんですよね。こんな風に他のミミズを潰していくゲームです自滅したで、これ見た目も好きなものに変えられるんですけど、このなんか可愛かったから、なんとなく魅力を感じたので、この、あ死んだ、気を取り直してやっていきましょう。結構操作難しいんですよね。マウスを動かした場所に、まあミミズが行ってくれるわけなんですけども、これが難しいっていう。で、右上にある文字がリーダーボード。あれがスコア。一番上の人が1位で、だんだんランキングが表示されてるみたいなんですけど。同じ見た目のがいる。おい、おい。難しいというか、なかなか相手も簡単には死んでくれないっていう。うわぁ、一人孤独なんですけど。こりゃ。お。もらう。ラッキー。危な。この人、私を狙っているな。スルーしよう。ああ人が集中してるのかな？なかなかローリングが終わらなかったんだけど。すごい大きいのがいる。これは、危険だな。小さい。小さいからって油断できないけど。危ない。ハイスピードだ。明らかに狙われてたんだけど。うわ、怖い。なかなか最初からになると、これはこのままいたら囲まれて死んじゃう。うお意地でも取りたい。少しずつ大きくなってるな。逃げプレイなので、全然他の人に、他のワームに、お、自滅した、遭遇しないんですけど。お、やった、自滅してくれてありがとう。あ、そこで死んだのがいい。ふわびっくりした。同じ見た目同士仲良くしましょうね。うわあ、怖い、超加速してる。わ、大きい。とても思った通りの場所に行かないのが、狙ってるけどなかなか衝突してくれない。誰かぶつかってくれないかな。他力本願。お、来た。よー、いただきだ、いただき、来た。ははは、ありがとう。勝利の女神が舞い降りた。
つを多分。おー、一気に成長した。やった。よし、少し大きくなったかな。でもこの辺り一帯はライバルがいて、うわー、すごい長いのがいる。ちょっと怖いですな。お、囲んじゃえ。囲む。これ初めてやるかも。すっごいとてつもない背徳感を感じる。よし、ディーリン、迫り来る恐怖に耐えられるかな。よし。ぶつかった。ペロリ。結構大きくなってきた。このつぶらな瞳が可愛らしい。さあ、次の獲物はどこかな。ここまで大きくなったの初めてかもしれない。うわっ油断してたら死んじゃった。この一体大きいのしかいない。小さいのがなかなかいるけど、このぐらいの大きさってすごい微妙な感じなんだよね、個人的に。私の体感では、高速、ずっと高速移動。おち、すごいカーチェイスみたいな感じになってる。危ない。結構単調な動きだから。やったぼっとしてるとぶつかっちゃう。うわ、なんだ、怠慢？怠慢する？お、危ない。ひぃ。うわ。囲まれるか、これ。囲まれはしなかったけど、割と危なかったな。どこだ？お。おぉ、ああ。諸行無常だから。常に全ては変わっていくものだから。お、食べる焦りが全てを、全ての結果を招いている。すごい太い、太ましい。これが最強クラスのミミズ。へい、へい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 。ダメだったか。圧倒的に長さが足りない。お。いただきます。お。調子に乗ると、こういうのに殺されちゃう。なかなか、なかなかうまく取れない。お。すごい、これは。わぁ目がチカチカしてきた。光を追うことで、欲張ると死ぬというのは、きっとどのゲームにも共通してることなんだ。おぉ。速移動してるのを見るのが怖い。ハロー。ダメだ。囲みたくても、短くて囲めない。わぁ！はい、せー。へい、へい、へい、スタートダッシュ。そう。スタートダッシュを決める。狂いそう。積極的に攻めようという気持ちよりも、誰かのおこぼれを狙っていくことを、うわぁ狙っていった方がいいのかもしれない。大
対人系というか PVP みたいなゲームを基本的にね、あんまりやらないので、やらないっていうか、なんかこう、やる気があるようなないような、なんか全然成長してないんだけど、なんなんだこれ。やった。ラッキーチャンス。急がず、焦らず。うわ。めちゃくちゃ怖かったぞ。やった。やった。軌道が。ゆっくりゆっくりゆっくり回収する。柔軟さと気長に構える姿勢が私を成功へと導く。そう、いただきます。あ、その残骸はもらう。わあ悲しい。すごく切ない最後を迎えた。ああ、慢心が破滅を招く。それを学んだゲームでした。